銀林荘は、北海道小樽市桜にある料亭、温泉旅館。日本唯一の宿泊可能な二神御殿である。二神寮で財を成した、井の又康の城の邸宅として建設された、二神御殿を活用した、料亭、温泉旅館である。二神御殿である本館は、旧井の又邸として、小樽市指定歴史的建造物に指定されている。1900年、 二の股安野城の邸宅として、与市町に建設された。建材として栗、田も、と松、ま張り切りを用い、三年の歳月をかけて建設されるなど、税の限りを尽くした建築となっている。1938年、東小樽の都市計画の一環として、現在地に移築され、翌年の1939年、旅館として開業。当時の北海道庁長官であった。 石黒秀彦により、銀輪荘と命名された。1944年、大日本帝国陸軍に接収され、校舎法人地として使用された。1989年、鉄筋コンクリート構造3階建て部分を増築。1993年、第6回小樽市都市計画賞を受賞。2004年、約4億円をかけ鉄筋コンクリート構造5階建ての新館を増築。 2007年、第52回水族館技術者研究会関係者を招いた昼食会が開催され、秋篠宮文人新王が出席した。2012年、小樽市指定歴史的建造物第75号に指定された。2018年8月20日、ニートリが透明観光開発株式会社より銀輪層の事業を継承した。これに伴い、 運営主体が株式会社銀輪層から株式会社ニトリパブリックに変更された。また、ニトリが小樽市内で所有する歴史的建造物は小樽芸術村の4棟に続く5棟目となる。ありがとうございます。